ね、ありがとうございます。本当に嬉しいです。そう、もうねえ、びっくり。本当に本当に自分でもびっくりしてて、なんかファンの方からは「いや、ももちゃんは入ると思ってたよ」とかいうのコメントを私は結構見かけてね、SNS とかインスタの DM とかで、いや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 と思って本当に大西は正直入んないと思ってたから、絶対今回だから本当にびっくりしたし、本当にまだいろいろ足りてないものが本当にありすぎるので、だからもうさ、本当に全てが、だから本当に入ると思ってなかったので、本当にもう夢のまた夢の選抜2作連続で入るっていう夢が自分の中で叶って、いやもう本当にもう感謝の気持ちでいっぱいでございます。もうこうせっかく選んでいただいたからにはね、今作も盛り上げていけるように一生懸命頑張りたいと思います。絶対入ると思ってたよって。絶対なんてないんだよ、本当に。そうだよ、大西なんて特にそうなんだから。だから本当にびっくりしたし、でもね、もう一生懸命盛り上げていけたらいいなというふうに思っています。頑張ります。皆様も昨日と一昨日 MV 撮影もしてきて2日間、ぜひぜひ楽しみにしていてください。そんなん普通に選ばれると思ってたよって。なんで？いや、もうここで話すと大西はもう「あー」ってなっちゃうから話さないけど、本当絶対なんてないんだから、もう奇跡なんだから、大西が今回選抜に入ったのなんて本当にびっくり、本当にもう信じられない。もう、もう、はい、じゃあ一旦この話はちょっともう終了して、いやーもう本当にそろそろおどんろも合流かなって。そう、明日からねお稽古なんですよ、おどんろ梅坊さんの。頑張らなければ、そう、ついに明日から始まります。明日は朝からその前に撮影があるんですけど、そう、撮影終わってから
どんな感じなんだろう。顔合わせもしてないのって、してない、まだしてない。うん、知ってる人がいるのって、イマジンさんぐらいかな。イマジンさん、うん、初めましての方ばっかりなので、まあでも基本初めましての方ばっかりなので、外の現場はそうですね、緊張するんですけど頑張りたいと思います。うん、ね、再来月か、再来月本番だけれども、そう、ツアーで回れるかな、楽しみだ。ね、久しぶりにいろんな県に行く気がする。お土産買えるかな、地方行った時。ネイルキラキラしてると、よく気づいたね。 MV 撮影用の爪、衣装に合わせて、そう、メイクさんにどれがいいって言っていただいて、これがいいですって言って、その歌の、そう、大西んち除光液がないからさ取れないのよ。除光液普段爪全くしないので、除光液買ってこようと思って忘れてたわ。そういえば、かわいいよね、素敵なネイルだ。印象が白かったから、そう、なので明日の撮影はこのまんま行きます。普段ネイルとかしないんだって。しない。一時期めっちゃハマっててジェルネイルめっちゃやっててんけど、20歳になるかならんかぐらいの年齢の時に一回やめてからもうやんなくなった。そう、1ヶ月に1回ちゃんと行ってたのよ、ネイル。高いしね。そう、そう、高いし、で元々の爪がボロボロになっちゃうんですよ。そう、ジェルネイル1回爪を、そう、傷つけて、あのネイルを剥がれにくくするんですよ。だから自分の爪が薄くボロボロになっちゃいがちで、まあでもそれをジェルネイルするからまあ強化されんねんけど、そう、でもね、自分の爪がちょっとボロボロになっちゃうので、そうで一回やめてからもうちょっとやめようって、そっからもうやってない。そう、でもやってた時1年半とか1ヶ月に1回ちゃんと行ってた。
もうこれがモチベやったのよ、その時は。爪が、そう、懐かしい。そう、モチベのあれが変わるよね。昔その時はネイルするのがモチベやってんけど、自分の中で。でその次は髪の毛切るのがモチベになって、今のモチベなんだろう、そう考えたら。今そんなないんですよ、大西。そのなんか特定した、その今はこれっていうモチベがないって言ったら、なんかそれは語弊が生まれるけどさ、髪の毛切る染めるっていうのもちょっと落ち着いたしね。お洋服とか、あー、それはちょっとあるかもしれへん。服買うの、確かに。今服かもしれん。今日も買ったもんし。そう。春服って、そう、今春服しか売ってないね、おにし。あのさ、今のこの寒い時期に着るコートが今更欲しかってんけどさ、そう、それ買いに行ったけどなくて。そう、春服しかなかった。今日のめちゃかわって、お服ね、このパーカー変わってるよね、なんか。ね、なんかすごい、すごいフード。そうなの。そう、これ一応フードなのよ。ほら。ほら。なんか、宇宙みたい。すごいよ、珍しい形、宇宙服みたいでね。そうなの、あのさ、ほんまに宇宙服みたい。そう、これはいただいたやつ。すごいよね、ほら、ほんまに宇宙のあれみたい。かわいいでしょ。ねえ、変わってる。あったかいよ、でもこれ。いい感じ。まだまだ寒い日続くものねって。そうなのよ、寒いよね。早く暖かくなってほしい。もうちょっと薄着でさ、外に出られるぐらいになってほしいよね。夜特にねって。そうなのよ、お昼はさ、まださあったかいやん、なんか言うて晴れてたり風そんな強くなかったら。そう、朝がめっちゃ寒いってね。 MV 撮影の日もめっちゃ寒かった朝。
なんじゃこりゃってぐらい寒くて、そうものすごいストーブがあってさ、 MV 撮影の現場に、そうだから、でも撮影する場所は寒かったから、その待機場所にそうストーブがあって、めちゃめちゃ強力な、だからその MV 撮影って、まあ、このシーンを撮り終わったらこのシーンが次やるから、そのシーンのセットチェンジとかそういうのとかで、じゃあはい15分休憩ですみたいな、はい今から20分休憩ですみたいなっていうのがあるのよ、セットチェンジとかで。15分間の間にその強力なストーブの前にずーっといて、そう暑いのよ、もうその前とかにいたら暑くて、ちょっと暑いって言いながらその前にいて、はいじゃあ撮影準備 OK ですって言って、お願いしますって言って、撮影のするところに行って、寒いからそこでも暑くなってるから、あー涼しいって言って、そこで撮影して、はいじゃあ続いてまたセットチェンジあるので、はい行ってください、休憩してくださいって、でそのストーブの前に行って、暑いとこ行ってそう整ってたそれをサウナ代わりにして、そうサウナ水風呂、サウナ水風呂でそう整うようにしてた、そうでもね、なんか大西はさめちゃめちゃ MV 撮影に参加したことあるかって言われたら、めちゃめちゃありますっていうのではない、どうなろう、でもその今まで自分が撮影参加してきた MV 撮影の現場って大体押すイメージがあったのよ、そうそう、あんまこう予定より予定ぴったりに行ったり予定より早くなるっていうことがほぼなくて、だいたい結構もう押すっていう、 MV 撮影って結構時間がかかるっていうイメージだったんけど、今回は1日目もね、あ今30分ぐらい巻いてるみたいな、ほんまにみたいな、すごいみたいな、30分も巻いてんのすごくないみたいな。で1日目も結構すんなり終わって、時間も早めに結構終わって、2日目、あれ今2時間くらい巻いてないみたいなそう、え2時間巻いてるみたいな、えそんなことある、そうなんかもうすごかった、いやもうめちゃめちゃ順調やった、なんか、まあ、そのセットチェンジとかそういう段取りとかもうそうだし、お兄たちもこうあんまねミスなくっていうかっていうあれだったような気がするから、こんなに巻いて終わる MV 撮影初めてやなって感じだった、テレ東音楽祭の中継が終わってすぐ MV 撮影終了だったんだよね、そう本当はね、その昨日ねテレ東音楽祭のあれ収録した分なんですけどね、まあ生中継あって、そうで
本当はその後まだ MV 撮影があったんですよ。でも巻きすぎたからそう、もうそれその中継までに全部終わって、そう本当はみんなこうだからバラバラに帰る予定だったんですよ、多分時間があれで。でもみんなそうぴったりに一緒に出ることができた。なんか後ろではしゃいでましたよねって、そうあれ映っててんな、なんか映ってないと思っててさ、めっちゃぴょんぴょんしてた。じゃあなんかぴょんぴょんしようってなってたの、うん、そうみんなで。えそうで、あれ現チームの並びになってたのよ。でなんか現チームで最初は固まろうって言ってて、そう東村山チーム4で、でじゃあなんかじゃんけんで列を決めようみたいななって、であの村山キャプテンがじゃんけんで最初はグーじゃんけんぽいってやって、俺それじゃんけん見てなくて、でゆりがあーって言うから、あ負けたんかと思ってたの、本人まあ何でもいいじゃないですかってなって、イエーイってやってんで、あじゃあ順番に並ぼうってなったら、ゆりがまさかの一番最初に一人勝ちしてて、えみたいなね、村山チーム4が一列目にこう並んでたんですよ。そうでもね、大西昨日と一昨日カラコンしててさ、そうカラコンしてくださいってなって、そう髪型とかもね昨日は全部もう決まってたんですよ。そう決めていただいてて、でカラコンもしてくださいってなって、でカラコンしててんけど、私コンタクトがすごい苦手で、そう、まあ、頭ズッキズッキやったのよ。そう昨日痛いってなってて、そうであの途中からもうなんだあのカラコンがすごい曇ってて見えなくて、そのカメラがあるぐらいのところは、なんかひーちゃんとナナさんの髪色はわかるからさ、普通にあの前らへんにカメラあんねやろうなと思ってたけど、そう全然見えてなくて、イエーイっ ってカラコン曇るのって、まあ場所も場所やったんやろうね、あまあいろんな撮影現場だったからいろんなもんがいろんなもんが待ってたっていうのもあれやけど、そうぼやけちゃっててね、あと乾いてたからっていうのもあると思うんだけど、その恩師がサウナをしたことによってその熱い熱いストーブのさ真ん前にずっといたからさ、カラコンが乾燥しまくっちゃってそう、いてててててて、うん、めっちゃ楽しそうでしたよ、めっちゃ楽しかった。なんかMV 撮影ってね、まあ、ダンス踊ったり、まあ、いろんなシーンやったり、やっぱ緊張もするのよ。でこうちょこちょこそのセットチェンジとかカメラチェンジとかでちょこちょこ待つ時間も多かったりするから、で丸一日朝早くからやることが多いからね、基本結構あー疲れたってなるけど、昨日すっごい疲れてなくて、一昨日もえっめっちゃ楽しいやんってなって、そう何これめっちゃ楽しいねんけどって、そうなぎちゃんに言って、もし全然疲れてないどうしようみたいな、そう何めっちゃ楽しいってなってたけど、帰りにバス乗ってたら全然寝てて、気ぃついたらあ、寝るってなってた。ごめんね。そう。
そう、めっちゃ爆睡しちゃってた。そう、楽しかった。MV 撮影本当に本当に楽しかったです。そう、どんな曲になるのかとかはね、まだまだなのかな。発売が5月18日だけど、初披露はいつなんだろうね。ね、楽しみにしていてください。ね、どこでお披露目になるのやら楽しみ。本当にでもね、もしね、今回なんだろうね、なんか好き、うん、結構踊りが好きかもしれない。そうでね、歌詞も好き。ふわっとした感想だねって、まあね、そう言えないからさ、まあ、どんな雰囲気の楽曲なのかとかさ、踊りはどうなのかとかまださ何も言えないけどから、すごいふわっとなっちゃうけど、大西タイプまだこれしか言えないけど、なんか普通にね口ずさんじゃったりするのよ。なんかそう、毎日レッスンとかはあってんけどさ、そう、その時以外でも普通に聞いたりとか、やからっていうのもあるのよね。その昨日全然疲れへんかったみたいな言ってたの。そう、楽しかったの、やっててすごく楽しかったもんにし、うん、楽しい。衣装もタイプ、衣装もタイプ、今回ズボンだからね、長ズボン。そう、まだ個人の写真はね、お西は上げてないんですけど、どこにも、あの AKB の公式にあの全員集合の写真が載ってたんですけど、そう、全員ズボンってなかなかないんじゃないかな、今までに。初めてじゃない AKB 全員ががっつりズボンの、なんか短パンとかやったらまだありそうやけど、あんな長ズボンのね衣装って多分ないと思うので、うん、いやー本当に楽しみにしていてください。大西もちょこちょこ写真を上げていきたいと思います。どっか。うん。ということでですね、ちょっと今10時20分ぐらい。ちょっと明日も一日長そうなので。そろそろお風呂に入って寝たいと思います。ちょっと朝早いからね。うん、
日のお稽古の映像だけ見てから寝るわ。ということで、じゃあランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位、刑事さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がコバさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がカホアットマークニコアさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が大輔さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がコーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がモグヘイさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がアルさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がイチオシ ABS さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がコババサラアットマーク大西軍大西ドリームの向こう側屋さん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということでですね、あ、タワーも来てるのか、ありがとう。1位の方かな、ありがとう。1位の方で出ますかね。あれ、1位と2位やと、あれ2本もある。あれ、大西のところは1本しか見えない。ありがとう。じゃあ1位と2位の方呼んでいきたいと思います。いきますよ、じゃあまず1位の方から、刑事アットマーク祝選抜さん、刑事さん、刑事さん、刑事さん、タワーありがとうございます。ありがたわー、イエイ。ありがとうございます。感謝、ありがとう。そして2位の方いきます。いきますよ、じゃあハギハギさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、イエーイ。ありがとうございます。イエーイ。ありがとう、本当に。あーあー、止まったでしょう今。止まったでしょう。何パーセントって。止まったでしょう。充電が残り 10% だと思う方は1番 20% だと思う方は2番を押してください。今大西の配信が止まっちゃって、あのは充電が原因なんですけど、残り充電 10% の通知が来たからと思う方は1番、 20% だよっていう通知が来たなって思った方は2番を押してください。さあどっちでしょう。大西は今充電が 10% なのか 20% なのか、じゃあそろそろ締め切ります。5、4、3、2、1、終了。お結構な僅差やな。残り 20% だと思う方が51.8%、 そして残りの充電が10% だと思う方が48.2% ということで、すごくすごく僅差なんでございますが、正解は
残りドルパン 20% でしたということで2番を投票した方が正解となります。イエーイ大西の充電は残り 20% ということで、あと 20% ですよって通知が来たので配信が止まってしまいました。景品やります？景品ですか？じゃあ 20% という答え正解した方には漏れなくももちゃん可愛いよって褒めていいですよ券を贈呈いたします。おめでとうございます。本当にいや素晴らしい。だからもうその正解した方はももちゃん可愛いよって褒めてくれて大丈夫です。で、まあ、1番に投票して外した方ですね。外した方は、まあ、残念ながらまあ罰ゲームがあるんですけど、罰ゲームはあれですね。じゃあ外した方はももちゃん愛してるよって罰ゲームで愛してるよって言われるのもちょっと嫌やな。前はももちゃん愛してるよって言ってください。正解した方はももちゃん可愛いよって言っていいですよ券、外した方はももちゃん愛してるって絶対コメントしてください。絶対コメントしてください。イエーイイエーイ、やばい、愛されまくってるわ大西、ありがとうみんなめっちゃ外してんな。まあそれ半分の人が外してんの、外してるもんね。にしてももーちゃん愛してるよしかないな。もーちゃんかわいい、あ、かわいいよもある。ちゃんと正解してる人もいるわ。よかったよかったはい、ということでありがとうございます。じゃあ終わります終わります。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃佳でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。ではバイバーイ、ありがとうございました。またねー、おやすみなさい。